兄ちゃんが野球やってたので、それに影響されて野球を始めました。小学2年生からやってスポーツ少年で、最後の大会で完封勝利をすることができたので、西中野球です。今日かけた試合で先発させてもらったんですけど、3回6奪三振奪えたのは一番の思いです。他の公立高校に比べて野球部専用グラウンドだったり、実際にオープンスクールとかに来て意識高い練習してるなと思ったので、袋井で野球をやりたいと思いました。緊張感があって、ゆるい雰囲気ではできないなという感じで、いい練習ができたと思います。去年の夏の最後の大会なんですけど、タイブレイクの時に飛ばさせてもらって、最後1本打たれて、負けてしまって、3年間、このメンバーでやってこれて、本当に良かったと思うので、最後は3年生全員で笑って終わりたいと思います。甲子園出場です。好きです。